ちょっとペコリーヌ、朝ごはんまだなの？お腹すいたんだけど。もう少し待っててくださいね、キャルちゃん。今朝はいつもより手の込んだ朝ごはんを作ってみようと思ってるんです。なんでもいいけど早くしてよね。朝ごはん食べないと一日の始まりって気がしないのよ。ペコリーヌ様、私にお手伝いできることはございますか？ありがとうございます、コッコラちゃん。じゃあソース作りをお任せしてもいいですか？そこに材料は揃えてあるので全部混ぜちゃってください。わかりました、お任せくださいまし。あなたも手伝ってくれるんですか？ありがとうございます。でも他の準備は大体終わっちゃってるんですよね。では主様、私と一緒にソース作りをいたしましょう。器に入れた材料をかき混ぜていただけますか？朝から一緒にお料理なんて楽しい一日になりそうですね。はい、みんなで作った朝食はきっと格別の味に違いありません。何かおっしゃいましたか、キャル様。朝ごはんならもう少しだけお待ちくださいね、間もなく。私も手伝うって言ったの。これじゃあ私だけただ飯ぐらいのごくつぶしじゃない。いいえ、キャルちゃんはただ飯ぐらいのごくつぶしなんかじゃありません。作ったご飯を美味しく食べてくれるだけで私はとっても嬉しいです。その通りでございます。キャル様が私たちのご飯でお腹いっぱいになっていただけるだけで感無量でございます。やめなさいよ、私を甘やかすのをやめなさいよ。おはようございます、美食殿の皆さん。朝から賑やかですね。げえ、あ、カリンさんもいかがですか？昨日討伐した魔物の姿焼きなんですけど。手の込んだ朝ごはんって魔物料理だったの？あんたは朝から魔物の姿焼きを食べろと言ってるの？ご一緒したいところではあるのですが、すみません、業務中なので遠慮させていただきますね。ちゃっかり逃げたわね。っていうか仕事の依頼？また面倒事じゃないでしょうね。ご安心ください、未開地の調査とかではなく通常の魔物討伐ですから。普段めったに姿を現さない魔物がランドソルの近郊で目撃されたみたいで、もしよろしければ皆さんに討伐をお願いできたらと思いまして。近郊でとなりますと、ナイトメアの方々のお仕事ではないのですか？どうして私たちに？そうよそうよ、普通の魔物討伐なんてナイトメアの連中に任せておきなさいよ。あいつらそれが仕事でしょ。もちろんそれでもよかったのですが、美食殿の皆さんにお願いしに来たのはちゃんと理由があるんです。その出現した魔物なのですが。うわ、嫌な予感。大変な珍味なんだとか。やります！だと思ったわ。ちょっと待ちなさいよペコリーヌ、勝手に決めるんじゃないわよ。キャルちゃん、私たち美食殿の目的を忘れちゃったんですか？大変な珍味と言われてしまっては断る理由なんてありませんよ。あんたになくても私にはあるの。私は今日一日何もせずのんびり過ごそうと思ってたんだから。コロスケ、あんたもなんとか言いなさい。私たちの一日がこいつの食欲に潰されようとしてるわよ。コロスケ、どうしたのよ、うつむいて。コッコロちゃん、
お腹空いちゃいました？おやめくださいませ、主様。私、止まらなくなってしまいます。なんだか楽しくて、温かい思いが胸にこみ上げてきて、こんなに幸せでいいのかと。ほらほら、ギャルちゃん、コッコロちゃんもこんなに乗り気ですよ。わかったわよ、行けばいいんでしょ、行けば。どうせいつものことよね。では報酬の方をご用意してお待ちしていますね。皆さんお気をつけて。任せてください。それじゃあケルちゃん、コッコラちゃん、珍味を求めて出発ですよ。おおーでございます。おお、珍味珍味。こうして美食を目指して旅に出るのも何回目でしょうか。さあ、私は数えるのをやめたわ。数えきれないほど得体の知れないものを食べさせられてきたから。食べさせられてきたなんて言っちゃダメですよ、キャルちゃん。お食事はいつだって食材になってくれた生き物たちに感謝しながら自らの意思でお口に運ぶものなんです。私結構嫌がってなかったねえ。私あんたみたいにウキウキしながら魔物食べてた？もちろんです。いつだってキャルちゃんは100点スマイルで食べてましたよ。断言しやがったわね、このアホリーヌ。あのお二人とも仲がよろしいのはいいことなのですが、魔物に気づかれてしまったようでございますよ。カリンさんの言っていた魔物とは違うみたいですね。町の近くにいるのは危ないですし、とりあえず追い払いましょう。はいはい、だったら手っ取り早くやるわよ。くらいなさい。まだ戦うつもりのようです。主様、ここは私が。おお、すごいですコッコラちゃん、一発で決めちゃいました。私の出番がありませんでしたね。やるじゃないコロスケ。今の魔法いつもとは違う感じだったわね。はい、今日は少々調子が良いみたいで。気のせいでしょうか。攻撃しようとした時、私の力が勝手に膨れ上がったような。これならきっと依頼の魔物も楽勝ね。どこからでも来いってのよ。あ、ケルちゃん後ろ。ちょ、いきなり現れるんじゃないわよ、ぶっ殺すわよ。カリンさんに依頼された大変な珍味の魔物発見です。今度は私も役に立ちますよ。とりゃー、そっちに行きましたよ、ケルちゃん。わかってるっての。ほら、おとなしく丸焼きになっちゃいなさい。ってこら、逃げ回るんじゃないわよ。あ、しまった、あいつの方に。あ、ダメです、その魔物かなり力が強くて。主様、お待ちください、今お助けします。主様から
離れてください。精霊よ、魔を払う力を。いつもと違う精霊。でも今は主様をお守りしなくては。やあ、しまって本当に私何と言っていいか。はい、ご無事でしたか、主様。申し訳ありません、力加減を間違えてしまって。大丈夫ですよ、コッコラちゃん、全然問題ありません。魔物も無事討伐できましたし。また私あまり活躍できませんでしたけど。そうそう、私たちがこの程度でどうにかなるわけないでしょ。それにしても今日はコロスケ大活躍ね。ほとんど一人でやっちゃったじゃない。 いえそんなことはありません。ペコリーヌ様やキャル様、主様がいなければ私はきっと何もできませんでした。でも何だったのでしょう、あの黒い精霊は。今まで刺激してきた精霊とは気配の違う強力な力を感じました。あ、いえ何でもございません。主様、心配してくださってありがとうございます。まあまあ、お話は後です。早速みんなでご飯の準備をしましょう。ちみちみ。ここで食べるわけ？帰ってからでいいんじゃないの？何を言ってるんですか、キャルちゃん。ちんみが目の前にあるんですよ。あんたが我慢できるわけないわよね。はいはい、わかってるわよ、十分理解してるわよ。まったく。あ、コッコラちゃんたちは座っててくださいね。私あまり戦いで役に立てなかったので、料理の方で挽回させてください。では主様、出来上がりを一緒に待つといたしましょう。よし、できました。あとはお皿に盛ってっと。どうぞ、これはあなたの分です。お肉のとっても柔らかい部分ですよ。はい、キャルちゃん、何かよくわからないですけど、とにかく美味しそうな部位です。なんでよくわからない部位を渡すのよ。そしてこれは私の分。それでは皆さん、美味しくいただきましょう。おや、待ちなさい、こらペコリーヌ、コロスケの分の料理はどうしたのよ。え？あれ？ごめんなさい、コッコロちゃん、私ってばうっかりしちゃってました。間が抜けてるわね。ま、どうせチンミが早く食べたくてぼーっとしてたんでしょ。ほらコロスケ、私の分を先に食べなさい、頑張ったご褒美よ。ありがとうございます、キャル様。ですがその部位はペコリーヌ様がキャル様のために選んだもの。キャル様がお召し上がりになってください。うん、本当にごめんなさい、コッコラちゃん。私としたことがコッコラちゃんの分を忘れちゃうなんて。すみません、申し訳ありません。土下座しますので何とぞ。ペコリーヌ様、おやめください。私は平気ですので。いいえ、
忘れられるのはとっても悲しくて辛いことなんです。そんな気持ちを味わわせてしまうなんて、私ペコリーヌ。主様の言う通りでございます。ペコリーヌ様が私のことを忘れるわけがありません。だから私、何も悲しくも辛くもないのですよ。コッコロちゃん、ありがとうございます。はいはい、食事ができてるのにいつまでも話し込んでんじゃないわよ。珍味が待ってるわよ。冷めちゃう前にさっさと食べちゃいましょう。はい、待っててくださいね、コッコロちゃん。今大盛りで持ってきますから。あのほどほどで大丈夫ですので。いいえ、いっぱい食べてくださいね。でないと私の気が済みませんから。主様、一緒に食べるのを手伝ってくださいましね。